絶滅危惧旬は、小高祐樹による原案、及び、キークピクチュアズとかドカワによるクリエイティブユニット、クグマニアの企画開発や展開、運用によって手掛けられたキャラクター。3000種以上あると言われる絶滅危惧種を知ってもらった上で好きになることにより、それらを調べるきっかけになってもらいたいということから誕生したキャラクターである。 ツイッターの公式アカウントにて連載された漫画及び YouTube にて配信されたショートアニメを通じ、可愛いがどこか寂しげでシュンとした絶滅危惧種の動物たちの冒険物語として展開された。とある日、北極熊の白熊春は氷の上を歩いている時、足元の氷が割れてしまい泳ぐことも下手だった。すると、 通りすがりの曲アジサシのアジさんが空を引っ張ったことによって助けられた。その後、白熊春はこのまま飛びたいと思いついて言うと、アジさんは分かったよと優しく返事をしてくれた。そして、白熊春とアジさんの旅が始まろうとする。前述した通り、YouTube にてショートアニメが配信された。2020年12月16日には、 新作全4話がニコニコ動画にて配信された。新たにキャラクターボイスがついている。ありがとうございます。